生まれているというふうに現地から報告を受けてもらうんですからね、長期的な展望を持って復活復旧のためにですね、いつでもない支援をしていきたい。広島県福山市の小学校では児童が募金を呼びかけました。福山市と宅路番は昭和55年